これもう一個教えてもらったんですよ、はい、あのロッテにいた小林博之さんから教えてもらった時に、はいはい、これはちょっとどっちかというとあんま球が浮かずに、はい、このままの角度で、要はまっすぐなのイメージで膨らみがないやつです。これもある意味チェンジアップなんで、こうじゃなくてこういう感じ、もう本当にスルートの低めを投げた時ってこういう軌道じゃないですか、はい、その軌道のままこのままだからスピードは10キロぐらい遅いですけど、はいはい、そういう球をやってました。ちょっとたまに 2球種あってもいいかなと思って、同じ球種でも2種類のいろんなやつもあってもいいかなと思うんですけど、でもこれってサインが一緒なので、そうです、キャッチャー困りますよね。キャッチャーが困る時もありますね。それこそそうですよね、はい、ただ僕の中でこのバッターの時こういう風に打ち取りたいなとか、こういう風にゲッツー取りたいなっていう時は僕が勝手に変えてます